ずーす。マックス早いな、相変わらず。よう。早いね、相変わらず。ん？何は金って。新しい、なんか、またイベント？初めて見た、それ。うん。京介いらっしゃい。林間も、ウデイス。初めて見たわ、それ。うん。マジで。この間の浜松からの流れだよ、もう。あそこはもうずっとだよ。うん。アウティですよ。あれは熱いよ。うん。ラミアは久々にスッキリしてたみたいですか。なんか嫌なことでもあったんかい、あいつ。おかい、いつも通りじゃねえの。早く会いたいね、ミク。会いたいねって、だって、みなみくりゃ俺いつでも会うで。いいよ。どうせおじさん毎日暇だから。今店開けてねえし。コロナでほら、店開けれねえじゃん。だからよ、ケンゾーちゃんよ、もうよ、夜になってもよ、温度が下がんねえから、昼に、どん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 温度上がっていっちゃうんだよ。そこ行くとよ、昨日大阪夜よ、涼しかったんだよ、少し。28度ぐらいまで落ちたからよ。だから今日はまだ上がんねえんだよ。殺し屋、お疲れ。男でコラボ？いや別にラミアは別にいいんじゃないの。あいつほら結構喋れる方だから、女の雑談では。俺が思うにはね。うん、ラミア先生は結構雑談は喋れる方だと思いますが、はい。波があるけどね。入りはあのスロースターターで入ってってよ。だんだんよ、酔いがよ、あのよ、ピークに近づくに従ってよ、おい来た来たよって悪ラミアになってるよみたいな。で、フェードアウトラミアになるんだよ。やってるわ、こいつは、と思って。うん。しかしよ、よくよ、体力あるよな、あんなのよ、10時間とかよ、ロングでやるわな。マジで。俺なんか4時間フルもやったらもうギブるけどな。うん。まあ、年が年だからな、俺はな。じいさんだからな。あ、ちょっと待って、なんか来た。はい。それ、うち頼んでないんで。うん、それ嫌がらせで送られてきてるやつなんで、全部もう受け取り拒否でお願いします。はいはい。いやいや、うなさん何杯飲んでんの今。今俺何杯っていうか
俺今日起きたのが11時ぐらいで、あ、10時半ぐらいか。そっから飲んでるから4、5杯じゃない？あー、なんかね、受け取り拒否っていうか変なもの送ってくるのがいるんだよ。だから俺自分が頼んでないものを送らってきたら全拒否にしてる。で、ヤマトももうそういうの分かってるから、うん、要するに送り主が、あの、個人名で送り主とか、送り主不明のやつは俺受け取んねえからともう言ってあるから、うん、だからこうやって言ってくれるのよ。いっぱい来てるんですけどとか言って、だからそれ全部持って帰ってくれっつって。犯人わからないよね。さあどうだろうね。それは別に俺訴える気もないし、別に何か俺が実害被ってるわけじゃないじゃん。そうでしょ？うん。いやいや、そうそう、だからめんどくさいことをやってんのよ、みんなが。アンチが。一生懸命、どっかに、俺んとこになんかそういうものが届くように、一生懸命一生懸命。だけど、俺はただ断るだけだから。それで終わり。うん。ああ、俺頼んでねえからで終わりだから。ピザが届こうが何しようが。え、頼んでねえからで。うん。ふふ。そんなもんよ。それでさ、よその他の配信者はよ、誰だよこんなことやったのよ、わーっつってネタにするわけよ。だけどね、そんなのもうまたさ、そんなことやってんだって話だ。俺はいちいちさらっと終わり。ああ、もう、そんなの持って帰ってくれよって、俺もう全部いらねえから、つって。自分が頼んだもの以外は、受け取らないから。うん。無駄物かどうかわかんないけどね。うん。いや、まあ、ピザ食ってるか食ってねえかっていうか、そういう話じゃねえけどさ。うん。どう？今日音悪い？これ。ちゃんと撮れてる？雑音あるようだったら、ちょっとチャンネルいじるぜ。これ、まあ、多少いじれるから。こっちの方がいいかな？チャンネル。こっちの方がいいか。こっちの方が、ノイズないだろ。良くなったろ。これ4チャンネルあるから、うん。これが一番多分いいかな。うん。うん。ワイヤレスじゃないよ。うん。USB のコンデンサーマイクだよ。クリアになったろ、江口。ちょっとチャンネル変えるだけで変わるんだよ。さっきまで4チャンネル使ってたから。で、今2チャンネルにしてるから。出力ステレオにしてるだけ。
モノラル出力にするのが一番本当はいいんだろうけどね、音はね。それもできるけどね、それが一番ノイズはないよ。で、俺このマイクの一番いいところはポップガードいらねえとこなんだよ。あとロングな距離でも音拾ってくれるところ。ああ、俺マイクの距離遠いだろ、すごい。みんな映像でやってる時でも、俺そんなすっごいでかい声出して喋ってるわけじゃねえからさ、それ楽でいいよね。ラミアもうマイクのこと忘れてそう。ああ、うん。前のマイクも良かったよ。ただ前のマイクはよ、スイッチャーが壊れやすかったんだよ。うん。お得いらっしゃい。ちょっとおかわり取ってくるわ。うん。まだ氷買ってあったよな。今日は足りそうだな。氷は、氷と酒は。よいしょ、音いいだめ、拾うべ。結構台所に行ってる時の音も距離感も多分拾ってると思うんだよ。うん、そうよ、このマイクすごいのよ。だから正解よ。だから俺みんなに勧めんの、このマイクいいでっつって。 PC に USB で直結で一撃で認識してくれるし、何？電源いらないから、USB 電源だから、もうその直結の、これ15,000円ぐらいじゃない？赤毛の。ライラとかいうやつかな。うん。さあ、KP しようぜ。あんたたち行くわよ。いいわね。ケビ。デザインが良くてよ。最初よ、なんかちょっと、オールドスタイルでよ。なかなかいいじゃん、と思って、シャレで買ってみたんだよ。だから思った以上に使えんじゃんこれと思ってよ。あらあら、いいじゃんこれみたいな。もともと評価はすごく良かったからさ、そこだけはなんかいろいろ見たんだけど、うん、だ俺はほら、ヘッドホンとセットのやつを買ったから、ヘッドホンも同じ赤毛のやつで買ったから、どっちも合わせて3万ぐらいだったけど、うん。いや、俺と使いしっぺなんかしねえよ。だから、兵するときは、ちょっと待って、つって、今、兵すっから、つって言うもん。